ちょっと調子悪めはだいぶ優しく言いすぎて、本質を捉えてないフレーズな感じがすごいですけど、はい、チェルシーと、そして、まあ、この間ね、ギリギリ引き分けにしたんだっけ？あ、負けたのか。そっか、スパーズ、誤審問題とかいろいろありましたけれども、その試合ですね。今日はどうなるのか。しかもね、チェルシー相手だからじゃない？これ、コルビル出れないのって。違う関係ない？コルビル出れないの、やっぱそういうことだよね。どっちかな。怪我っていうのもあるけど。あれだよね。怪我してる時にちょうどレンタルだから出れないんだったら、なんか得した気分みたいなね。うん。1対1外したけどオフサイドだったみたいな感じするよね。チェルシーは 4-3-3。 あれこの間見たとき3バックだったけどな。あれはマドリー用ってことですかね。でもムドリック、ブリッチ、ムドリックここのポジション得意ですからね。あとはスターリングが開けたスペースにこう斜め飛び出していくタイプの、ムドリック結構やるけど、そこのね走り出しのタイミングがいいかっていうとね、その頻度でごまかすというか、頻度でカバーするみたいな感じですからね。そう、スティール怪我みたいですね。まあロベルト・サンチェスずっと正キーパーでしたしね。いや、コルウィル使えないの痛いよ。マドリーにアラバいない日みたいな感じですからね。他で言うと、シティにルベンディアスいない日みたいな。チェルシーで言ったら、チアゴシューバーいない日と一緒じゃないですか。って言って、今日チアゴシューバーいない日じゃん。ホハナ・バディアシルとはまたね、これはもうフィジカル系の。三笘対チャロバー楽しみだな。これボール行ったら結構有利じゃないですか、三笘。さあ、今日はトップファーガソンです。さあ、スタートしました。左エンド、赤オレンジみたいなユニフォームがチェルシーですね。キーマンは、ウェブスターになると思います。ウェブスターがどのぐらい、このチャンネルで分かりやすく言って、アーセナルでいうホールディング出てる時みたいな感じだから、それが一番低くな。サリバホールディングぐらい、コルビルとウェブスター差あるから。だからブライトンとしてはね、5-3-2で中央を閉じられて、そこで縦関係のパスワークできないよりは、4-3-3の方がね、センターバックも縦にさせるコース開くし、アンカー脇空いたりするから、ブライトンにとっては、やりにくい布陣は避けれたって感じがしますけどね。いやー、三笘素晴らしい。あー、決めたと思った。マカリスターは、もう、マカリスターとさ、パスカルグロスって位置変えちゃダメなのかね？こんだけ入んないと。いやー、これな。ね、普通だったらね、チャロバーがディレイして、戻ってくる選手と2対1作るみたいな対応の仕方がいいんだけど、そういう約束ごとも決めてないから、普通にやられたよね、三笘に。まあ、このままの方がね、僕らとしては嬉しいです。いやー、ディフレクションして決まりました、ギャラガエの。右サイドに斜めに進んでって、中盤の選手とクロスする形で、ギャラがフリーになったところに、へその向きで騙してパス入れて、まあ、そっからのシュートが、ダンクのね、かかとに当たったのかな。決まりました、ね。このエントにね、誰もサポート行ってないから、あそこでプレス行けたらね、よかったけど、そこ行けなかったからね。で、ムドリクね、かざした感じでよかった、ね。これダンクのオンゴールになったら、かわいそうだけど。それくらいなんかこう、理にかなってるかどうか怪しくても、ポジションチェンジすると相手のマークって、ハイプレスの役割しっかり決めてないとずれたりとか、瞬間的な隙はできるから、まあ、そこ使ったらいい得点でしたね。さあ、三笘うまいうまい、来た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 、うわー、ケッパースーパープレイ。ほんと懐から出さないからさ、ほんと膝曲げた状態でキープできるようにしてるから、仕掛けられるようにしてるから、相手が飛び込めないよね。逆つけるし。三笘って仕掛けるときとそうじゃないときのドリブルのストライドさ、すごい大きいだろうから。いやー、素晴らしかったね。このさ、バディアシルの右側に踏み込むフェイントが加速装置になってるんだよね。こう、こっちに踏み込むからバディアシルこっちずれんだけど、これ使ってそのままこっち行くみたいになってるからね。いやー、ケパがね、やる気なかったら決まってたね。あ、むらっかしいけど、うまくいった。失点しそうなところが得点しそうな条件来てる。オッケー、三笘、いけ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 、うわー、逆に抜かないっていうね。ね、もう絶対抜いてくるってなってるからね。いやー、ベルベック素晴らしい。ベルベックだよね。三笘どっちだ？ベルベックだよね。いやー、素晴らしかった。いやー、あそこ一番決まんのよね。ファーサイドのゴールエリアカードってね。キーパーも出にくいし、巻いたボールだと。三笘ための、ここ引っかかっちゃったんだけど、あ、クリアが不十分になったんで、マカリスター外に叩いて、マーチがクロスの、ファーサイドゴールエリアカードへのクロスに、ちゃんと飛び込んだと。三笘もそこいんの素晴らしかったですね。今日いつもより三笘前向いてボール持てますね。うん。チャロバーが前向かせてくれます。あとはボールが行きやすい形にチェルシーがしていますね。まずね、青チェルシーにしよっかね。一応表記では 4-1-2-3 になってるけど、まあ守備の時は 4-2-3-1、4-4-2 ですね。で、ブライトンもこういう形で。チェルシーの守備なんだけど、ギャラガー側が出てってというか、まあ最初からこの布陣なのかな。で、これダブルボランチみたいな。で、ブライトンはウィング張って、サイドバック中高めに絞ることによって、ここのね、相手のサイドはここを引きつけて、このパスコースあるからここ通るよねって、この理屈でサッカーやってるんですよ。ただ、これって、半分正解というか、まあ、デメリットの方が多くて、それ何かっていうと、ボールは通るんだけど、後ろ向きでこう受けるようになったりとか、かなり低い位置にウィングが降りてこなきゃいけなくなるから、ここのサイドバックがかなりタイトに守備つける人だったりとか、前向かせない人だと、すっかね、ここでもう停滞して、で、後ろに戻すパスコースとか全部塞がれて、同サイドらしくかけられる。ただ、チェルシーそこまでやんないでくれるから、前向ける。そう。だから本当は、これ、この原則を知ってると全然違うんだけど、センターバックはペナハマまで行くと、この高い位置にボール出せるからこれでいい。
で、いないときにはここ下がって、こういう迂回経路作るだけで、こっちに通されるかもしれないから、相手がこういうふうに外を警戒しなきゃいけなくて、中へのパスも通りやすくなるっていう。でも、ブライトンは、もう、この形っていうふうに決めてるから、結果、ここのパスがない、ここのパスがない。で、ここにパス行くときも相当ウィングが下がってこなきゃいけない。でも、ウィングも結構高い位置取ってるときが多いから、結果、ここでしかサッカーできないってなる。ただ、今回ありがたいのは、チェルシー、ダブルボランチが、この、チェルシーの2トップの斜め後ろにこう立つブライトンのダブルボランチをなんか人を捕まえに来てくれ。で、これによって起きることってめちゃくちゃ悪じゃん。だから、こういうめちゃくちゃ空いたところにまあね、これあのボードだから結構狭く見えるけど、結構広がってるところで、ウィングとはこういうところにこうスパーンって取ったりとか、なんか結構ギリギリのボールパーンって出して、そっからの落としでみたいなやれるよ。だからチェルシーは、この後ろがこう人捕まえに来てるんだったら、前もこう出なきゃいけない。っていうか、どっちかっていうと普通は最初ゾーンでここ押さえて前出ていきました、こういう選手がパスコース顔出すし、ここを押さえるために後ろ出ていく、全部ハマるから結果後ろにボール戻すしかないとか、ここで失うって感じ。これをこの2人を言っちゃえば2トップと2ボランチ4人で押さえてるみたいになってるから、こっからボール出しやすいし、その間にこれ1トップ1トップしたっていうよりも2トップしたみたいになって、こういうにダブルトップしたみたいな感じで受けるのがブライトンだから、結果、ボールスパス入る。だからチェルシーはちゃんと前が行く、後ろも行く、特にこっちのウェブスターなんかボール失いやすいし、激しくプレスかけたらすぐ横向いてくれて、ボールの出し先バレる出し方してくれるから、ウェブスター側に何だったら、もうダンクの方を抑えてウェブスター側に持たせてそこから激しく行くとかやってもいいぐらい。でもランパーだからやんないから、一応これは答えとしてもしやり出した時に言った通りでしょっていう風に、結果論じゃなく言いたいから説明しておきますけど、まあ、やらないです。で、ブライトンはどうした方がいいかというと、これをヘルトマンだとこういう風にね、意味ない立ち位置立っちゃうんだけど、まあ、これはデゼルビが悪いんだけど、これやらしてるから。ただ、そこをマーチは自分の色を出して、しっかり降りるから、この経路ができるんだよ。で、これでもし相手がこういう風に絞っててくれたりしたら、ここから一発行くから、ここにすぐサポート行ったりとか、相手もこういう風にプレスバックで戻るから、ちょっと斜め後ろのサポート取って、ここの連携したりとか、このマーチの仕掛けに合わせてニアゾーンの外回るとか、ちょっと後ろで待ってクロスとか入れれるから、この中に絞りすぎない、しっかりちゃんとこのボールを受けれるところに立つっていう、このパスカル・グロスのこのポジショニングがすごいブライトンにとって生きてる。すごいありがたい動きしてます。で、低い位置からビルドアップの時に、ここにウェブスターが立っちゃう時に、パスカル・グロスここ邪魔だから、こういう風に行っちゃうんですよ。これって、このウィングが、この選手へのパスでプレスかけれるし、こっち側へのパスっていうのも、ここのパスコースを行っちゃえば切れてる状況だから、じゃあこれどうするかっていうと、内側入っちゃうんですよ。そうすると、この選手にマークついたら、わかる？より一層ここ開くじゃん。で、ここ開くの嫌で、この選手がこう来たら、こういけるし、これが中盤ぐらいのポジション取ってるのも、こうでこうっていうのできるから、ここを開かないで一列縦に上がって、ちゃんとこの時にウィング高い位置取りすぎてると、マークされて、奪われちゃうから、ちゃんとここで相手のサイドの最終ラインの選手と1対1に、前向きでなれるような位置を取っておくと重要。で、これで相手が出てきたら、三笘とか得意なこの裏合いすればいいから。で、これが、まあ修正点だけど、これも、このやり方はブライトンがやってるの見たことないし、サッカー界でもこのやり方できるチームってほぼないから。で、一応、もっと良くするっていう修正ってところで言うと、これ教えておきますけどね、このチャンネルのそれが、まあ価値だから。でも、まあやんないです。以上って感じですね。さあ、演出を打つ。演出を、うわーすげーボールに綺麗に体重乗った素晴らしいシュートでしたね。いや、ほんと、ボールの中心貫いたみたいなね。いや、これすごい、もう戦術のゴールですね、これはもう。いや、愛されてんな。これはもう戦術の、もう戦術によって生み出されたミドルシュート。ランパードみたいな。これ、ね、マーチやらかしたかなと思ったけど、切り替えて奪って。いや、こっから決めれるのすごいな。もうちょっとしっかり寄せたかったけどね、バディアシュー。いや、素晴らしいわ。次からスタメンとかもあるんじゃない？さあ、勝ちました、ブライトン。おめでとう。降格圏ではないでしょ。降格圏だと思う。チェルシー今11位で勝ち点39。降格はしない。さすがに。でもクリスタルパレスと勝ち点3差はやばいな。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。ではそのところでした。バイバイ。